くるくるチャーミーが、この日のために眠り場の語り部となる合唱曲を制作しました。歌うのは眠り場夜の部のために結成されたティーンズ合唱団となります。Tonight's session now begins. Please enjoy our night show and singing under the night sky. 公演在此开始，请尽情享受溶解在夜空中的光线与歌声。無理も。夜空に溶ける歌声と光のスペクタクル、どうぞごゆっくりお楽しみください。それでは大牧さん、お願いいたします。皆さんこんばんは。昼間の盆踊りに続き、第2部、パフォーマンスの魅力がやってまいりました。このパフォーマンスもここ数年続けている夜の部の、ライトを使った、パフォーマンスを続けてきましたが、今回は本当に市民の合唱団を、作りまして、すごく練習をしてきて、今日に至りました。皆さんぜひ静かに聞いていただけると嬉しいです。なぜかというと、やっぱり人の声っていうのがこう響いていくと、声楽の声が、ね、皆さんに届いていくのがすごくね、困難になっていくので、できるだけ生声で皆さんのところを届けたいなと思っています。小さい子大丈夫ですか？静かにできますか？できますか？お約束してください。よろしくお願いします。大きな お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃん、小さい子できるだけ静かに、あとはフラッシュ撮影など、しないようにしてください。なぜかというと、やっぱりですね、シャボン玉っていうのが光に当たって変化して、いろんな色が見えてきます。そうすると空間の中に見えなかった風の形だとか、見えなかった、いろんな、イメージが湧いてくるので、ぜひともそれに皆さんで、ね、静かに、歌声とともに見ていただければ嬉しいなと思っています。そのために、市民合唱団の方、準備 OK ですか？はい。先ほども、午前の部の終わった後に新しく、参加された方々もいますので、皆さんちょっと緊張しているかもしれないですけど、精一杯表現していきたいと思いますので、温かく見守ってください。よろしくお願いします。じゃあ皆さんが静かになるまで、パフォーマンスは始まりませんので、先ほど踊らないと始まらないって言ったでしょ。今回は西新井の方々がこう鑑賞する、サビの鑑賞する姿を僕らはちょっと見たいなと思ってますから、ぜひとも静かに変わった17分、1年間かけて17分のものを作ってきました。たった17分です。1回コッキーで、このパフォーマンスにも本当に今日が最初なんです、ね、なので、その一期一会、その一瞬を皆さんと一緒に共有して、メモリアルリバースの最後の締めくくりしたいなと思いますので、ぜひとも静かにで、光をつけないように協力してください。よろしくお願いします。
Oh,